今日午前9時半ごろ、京都市左京区の住宅でイノシシが衝突しガラスが割られる被害がありました。怪我人はいませんでした。そのおよそ30分後、今度は近くの交差点で女性がイノシシに服を引っ張られて転倒、軽い怪我をしました。今朝から京都市内の各地でイノシシの目撃情報が相次いでいましたが、午前10時半ごろ、中京区の路上で足などに怪我をして歩いているイノシシが見つかり、警察が縄やさすまた、麻酔薬を使って捕獲しました。で、中で多分10分ぐらい格闘してて、でこの隙間からシュンって抜けちゃったんですよ。京都市によりますと、イノシシは体長1メートル程度の成獣とみられ、山の中に放されました。市内では数年に一度イノシシが出没することがあるということです。